感じでジュニアトーナメント制強さランキング主にリアタイム戦やっていきたいと思います。第12位西牧選手、ユーティリティ性はいいが低弾道なのがきつい。第11位池田選手、能力特殊能力ともに今後の能力アップに期待。第10位岸選手、ユーティリティ性はいいがその他の能力が少し使いにくい。第9位浜地選手、スラカットとパーム持ってるのでワンポイントリリーフでは刺さりそう。第8位郡司選手、キャッチャーで特殊能力出ればかなり能力上がるので純正にはおすすめ。第7位小野選手、縦スラフォークの変化量大きいのでワンポイントリリーフでは刺さりそう。第6位沢井選手、ステータスは低いが弾道高弾道で、特殊能力も悪くはないので純正にはおすすめ。第5位砂田選手、変化量大きいスラカット、さらに高速シュート高速スクリュー持ってるので純正にはかなりおすすめ。第4位オコエ選手、巨人では貴重な弾道ラインドライブの選手なので純正にはかなりおすすめ。第3位林選手、弾道高弾道で特殊能力に広角打法を持ってるのでかなり打ちやすそう。第2位田上選手、マッスラツーシームスプリット、さらにスライダーカットを持ってるので普通に使いやすそう。第1位鶴崎選手、ツーシームスプリット、さらにマッスルカーブを持ってるので普通に強い。